来週藤原部長がアメリカのパートナージョンさんを連れて佐賀出張、伝統工芸の有田焼を見学に行くって言ってたけど、なんか佐賀のおすすめ情報ないかな。まあ工芸品はもちろん、せっかくアメリカからいらっしゃるんだからお酒も楽しんでもらいたいし。あ、そういえばどちらのなんですか。佐賀の有田焼よ。有田焼、お皿や器は全てうちの工房で作ってるの。実家の工房でね。いらっしゃいませ。こんばんは。どうぞ。そちらへどうぞ。はい、コシのおかみのみきこさんはいつもキリッとお着物の割烹着姿、女子一人で来ても気楽にお話しできるので私の大切な憩いの場所。みきこさんのご実家って佐賀の有田焼工房って言ってましたよね。そうそう、うちのお皿や器は全て実家で作っているの。やっぱり来週うちの上司が佐賀出張あるんですけど、なんか佐賀のおすすめってありますか。佐賀といえば呼ぶ子のイカかな。でも手に入らないからこんなのはどうかな。イカシューマイ。佐賀のご当地セット、ありがとうございます。イカシューマイです。ありがとうございます。これが佐賀名物イカシューマイか。お花のようで見た目も可愛らしい。佐賀の日本酒、あずま市。こちらをまた有田焼のグラスに並々と。佐賀は全国でも有名な日本酒がたくさんあるのよ。意外、知らなかった。どれどれ、あずま市を一口と。あ、さらりというよりしっかりとした存在感がある。旨味と酸味があって独特な風味、ピリッとしたフレッシュな後味が食欲をそそる。あずま市の余韻を楽しみつつ、さてイカシューマイ初体験。お、これは上品な甘みとプリプリ感。普通のシューマイより大きいけどあっさり。へえ、佐賀にはこんな名物があるのね。佐賀のお酒と名品、合わないわけがない。これはメモメモ。名物といえば嬉野温泉豆腐はどうかしら。おかんと一緒に。嬉野温泉は日本で三大美肌の湯っていうくらいすごい有名な温泉なの。その温泉水を使ったお豆腐なの。なら私が佐賀に行きたい。まずいただきます。はい、召し上がれ。さあ、美肌の湯で作られた嬉野温泉豆腐とは、土鍋の中で豆腐の成分が溶け出し、スープが白濁してる。大豆の甘みと柔らかい食感、あったまる。これは佐賀の蜜炊けというお酒です。そして佐賀のお酒、蜜炊けをおかんで。この素敵なお調子とおチョコ、おかんが美味しい季節になってきた。冷酒はキリッと、おかんはほっこり、あったまるな。日本酒って四季を通しての楽しみ方もあるんだね。これもメモメモ、いっぱいメモします。部長の宿泊先、嬉野温泉はどうだろう。みきこさん、佐賀のお酒を有田焼でいただくの最高でした。これ上司に伝えておきます、はい、ありがとうございました。そうだ、みきこさんの娘さんは海外で働いてるんですか。そう、上海で仕事してるのよ。海外で働いてるなんてすごい。
あやちゃんにできるわよ。そっか、うちの会社だったらチャンスもあるかも。私は日本の美味しいものを海外に知ってもらえるような仕事目指してみます。絶対できる、頑張ってありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけて。ごちそうさまでした。おやすみなさい。